はい、こんにちは、マロです。今回はですね、先週動画でお伝えさせていただいたこちら、はい、BOSE のクワイエットコンフォートイヤーバッド2のプレゼント企画の発表でございます。まずですね、発表の前に皆さんにですね、お礼を申し上げたくて、プレゼント企画の動画と Twitter の反響が僕の予想以上にすごくて、なんならですね、クワイエットコンフォートイヤーバッド2のレビュー動画よりも伸びてしまいました。まずですね、たくさんの方にご覧になっていただき誠にありがとうございます。今回ですね、身内の方といいますか、普段からね、よく応援してくださってる方にどうしてもプレゼントを届けたいということで、そのプレゼント企画しますよっていうことはね、一切言ってないんですけども、まあ、動画のタイトルをね、大切なお知らせにしたりだとか、このようなツイッターにですね、いいねをしていただくだけで応募が完了するというね、非常にですね、簡単な形式だったんですけども、動画の方がですね、だいたい8万再生と、そしてツイッターの方もですね、それに比例してか1万近くね、いいねをいただくことができまして、ちょっとね、こっちの想定以上にね、反響がすごく本当にね、びっくりしました。まあ、過去のプレゼント企画の動画もだいたいね、再生数がまあ数千とかで、ツイッターの方もですね、まあ、500とか1000いいねがね、ついたらまあいい方じゃないかなと思ってたんですけども、その想定をですね、もうはるかに上回りました。まあ、僕の大切なお知らせなんかね、僕を普段からね、応援してくださってる方しかね、まあ、見ないんじゃないかなと思ってたんですけども、まあ、予想以上にですね、僕にケツを掘られたい方が多かったということですね。これは非常に光栄なことでございます。ただその反面ですね、今回あの1台しかね、用意してませんので、まあ、当選確率が低くなってしまったので、そのあたりはね、ちょっと非常に申し訳ないかなと思ってます。というわけでね、当選された方の発表なんですけども、今回はこちらのね、シトロンさんに決定させていただきました。おめでとうございます。今回はもう完全ランダムで選びまして、まあ、怪しいアカウントじゃないかなってチェックさせていただいただけですね。ね、おめでとうございます。世界最強のね、ノイキャンと高品質なね、サウンドをぜひね、楽しんでいただきたいと思います。その他ね、応募された方は本当に申し訳ありません。まあ、僕は当然ですよ、一般人ですよ。先日もね、とんでもない散財をちょっとしてしまったばかりなので、まあ、財布がすっからかんでですね、まあ、そんなにね、頻繁ではないんだけど、またやりたいと思ってますので、そちらの方ですね、楽しみにしていてください。でも今回のプレゼント方法なかなか良かったんじゃないかなと思いますね。なんかね、他の YouTuber も真似してるよってね、あのコメント欄で教えていただいて、ただ僕はですね、普段チャンネルを見ていただいてる方にどうしてもね、プレゼント届けたかったっていうのがありますので、プレゼントしますよっていうのは一切言ってないんですけども、その辺がちょっと違いありますけどね。やっぱりね、こういった形で企画すると、普段ね、見ていただいてる方にプレゼントがね、届く確率っていうのがまあ高くなるんじゃないかなと思います。また次もですね、同じ方法でやりたいと思いますので、プレゼントしますよっていうアプローチは一切しません。この動画怪しいなって思ったらチェックしてみてください。で、僕が嬉しかったのは、予想以上にね、ツイッターの反響が大きかったこと。ただですね、僕自身有名人になりたいわけでもないし、その影響力の強いインフルエンサーになりたいわけでもありません。プレゼント企画でね、稼いだフォロワーの数なんて何の重みもありませんし、僕の場合は共通の趣味の方や、その YouTube を見ていただいた一定数の方と、まあ、コミュニケーションが取れればいいかなと思ってますので、別にフォロワー数はね、全然増えなくてもいいんですよ。むしろ僕は注目されるよりも静かに平和に生きていきたいので、まあ、今回にもですね、プレゼント企画で注目されたツイッターなんて何の意味もないですし、僕がバズらせたわけでもないので何の価値もありません。それでも反響が大きくて嬉しかった理由がですね、このツイッターの内容ですよね。一見したら意味わからんし、もう頭おかしいんじゃないっていう内容ですよね。これね、一見下ネタっぽいんだけど、全然下ネタではなくて、これはですね、僕が好きな日本のメタルバンド、セックスマシンガンズの曲の名前なんですよ。何人かはね、それに気づいてくださっていて、非常にね、嬉しかったんですけど、それはですね、BOSE のイヤホン付きの写真でつぶやだけなんですよ。まあでもこの内容だったら、まあ、9割の方がね、下ネタを連想するんじゃないですかね。こんなですね、意味のわからん内容のツイッターに1万近くいいねがついて、で、動画を見ていない方はこれね、何のこっちゃわからんと思うんですけど、この内容のツイッターになんでこんなにいいねがついてんの、意味わかんねえよって思った方ね、多かったと思うんですよ。なんかそれが気持ちいいよね。なんかしてやった感があって、ざまあみろっていう感じですよ。でさ、これつぶやいた僕は当然ね、変な人だと思われてるんですけど、これにいいねをしてる皆さんも何も知らない人からしたら結構変なやつ見られてますよ。それもまた楽しいね。こういういたずら的なやつがなんか楽しいね。だからですね、またこういう形でやりたいと思ってます。はい。いや、今度は何にしようかな。イヤホンばっかりですからね。あのさ、僕ねツイッターでもつぶやいたんですけど、これね、パナソニックの航空ジェットウォッシャードルツ、今これにですね、めちゃくちゃハマってて、これさ、超音波水流とかで、その歯の隙間とか歯周ポケットをね、洗浄できるアイテムなんですけど、これめちゃくちゃいいよ。もう面白いほど食べかすがよく取れる。普段の歯磨きや、その歯間ブラシで落とせない部分、アプローチをかけにくい部分の汚れや食べかすもしっかり落とせますし、これを夜しっかりやるとね、朝口の中の環境っていうのが全然違うんですよ。
ほら寝てる時って結構ね口開けて呼吸してるから口の中乾燥しますし、夜寝てる間にね菌が増殖してなんか朝違和感あることあるじゃないですか。ちょっと匂いも気になったりねすることあるじゃないですか。ただこれを寝る前にしっかりやるとその朝の違和感っていうのがめちゃくちゃ軽減されるんですよ。日本ではね 1,2 年ぐらい前からレビューでね結構注目を浴びてたりするんだけど、ただ海外特にアメリカなんかは4軒に1軒の家庭にこのジェットウォッシャー的なマシンがあるほど浸透してるんです。で世界的に見ればそれくらいねめちゃくちゃメジャーなアイテムなんですよ。やっぱりね歯は大事ですし、普段アプローチできない部分のね汚れをしっかり落としてくれるんで、これ一つで口の中の汚れ全部落ちますよっていうわけじゃなくて、これをしっかりやることによって普段の歯磨きだとかその口腔ケアの効果をぐっとね高めることができるんですよ。だからねこれマジでおすすめです。僕もねほんともっと早く出会いたかった。これプレゼント企画にしようかな。これねお風呂とかでも使えるポータブルタイプなんですけども、これでもねしっかり食べ物のカスとかね落とすことができるんですよ。これもね、まあ、2万円近くと高価なんで、自分で買うってなるとね躊躇する方も多いと思うんですけど、健康にもねいいアイテムですし、ぜひ体感してすげーっていう思いをね共有したいです。まあ、高価なんだけど、この間のね BOSE のイヤホンよりもずっとね低価格ですし、これをね何台かねプレゼント企画にしようかなと思います。時期とかはね明確には決めてないんですけど、まあクリスマスとか年末シーズンにちょっとやろうかなと思ってます。まあもちろんですね僕のお財布とも相談してですけどね、またですね意味不明なツイートをしてこいつなんなんみたいなことをね、やりたいと思います。まあ、今回のこの BOSE のクワイエットコンフォートイヤーバッツ2はね、シトロンさんおめでとうございました。またこれからもですね何卒応援の方よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録高評価の方もお願いいたします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。